スカイ軍学校専門スカイ軍学校は1913年から1946年まで存在した中華民国海軍の海軍将校の養成を目的とした教育機関である。スカイ軍学校、または復讐海軍学校は中華民国海軍が福建省復讐においた海軍主管学校で、その前身は陳茂美ルが設立した福建先生学堂である。 本校の卒業生は中華民国海軍4大派閥のうちの系と呼ばれている。1913年に旧戦成功学堂をスカイ軍学校に改組、海軍部に属した。1926年に海軍制作り学校と海軍非戦学校が同時にスカイ校に合併した。1928年には延大海軍学校が閉校となったが、その最後の生徒が、 東高に編入となった。品字編期には、湖南省昇丹市、紀州省桐りあず県、四川省重慶市等に移転を繰り返した。終戦後の1946年に、上海にあった南京国民政府の海軍軍艦学校と合併し、並行となった。1913年から1946年の間で、スカイ校では、 全24期458名の卒業生が、航海、機関、造船、軍用科学等の専門家に分かれて学んだ。本校の校長には、大霧、蝶武志元、陳朝金根、陳金新、夏孫法、森鈴慶、主天森、李武志明、貢献サル等が歴任した。ありがとうございます。